いや、なんかね、飲めるようになったらね、ビール。顔俺めっちゃ赤くなるのよ、俺。そうそう。だから、赤くなるのが別に嫌とも思わへんけど、逆に赤くなった方がいいよね。お酒飲んでないと思われるよ、赤くならへんかったら。顔色変わらんかったら。そうなんですよ。まあ、だからみんなに報告しとくと、まあ、僕は飲むときは飲みますよっていう感じになりました。ありがとうございます。そうなんですよ。コーヒーね、コーヒーは飲むね、よく飲む。ライブの前とか歌わないといけない直前とかは前後あんま飲まないようにしてるんやけどさ、最近稽古でさ、毎日スタジオの中に閉じこもってやったりしてるとさ、もう集中力がやっぱ消えてくるわけよね。昼から夜までずっとやってると。そしたら、エナジードリンクよりもやっぱコーヒーの方が俺は頭冴えるよね。って思う。まあエナジードリンクもたまに飲むけど、レッドブルとかも飲んだりするけど、コーヒー飲むね、まあ、ホット、ブラック。そうそう。まあ取りすぎも良くないから、カフェインもね、もちろん。だからあんまり、そんなめっちゃ飲まないようにしてるけど、コーヒーは飲むね。あ、そうそう、それと、香港。この間行ってた香港の写真集が現在予約なんか受付中らしいので、聞いてる？そうらしいからしてくれた。ありがとうございます。ありがとうございます。結構いいのいっぱいあると思うよ、写真。とにかくね、湿度が半端じゃなかったって話前したか。前したな、そういえばな。これ飲んでいいんかな、これ。じゃあ、みんな、飲み物、手元にある人は。はい、乾杯。そんな一気に飲まないよ。あ、ぬるい。ぬるいね。すごいぬるい。シャンパンってさ、やっぱ飲みやすいよね。でも美味しさが半減やな、ぬるいから。俺がずっと飲まんと置いてたから、ここに。きっと冷やしてギリギリの時に持ってきてくれてたのにもかかわらず、俺がこんなちね、飲んでしまった、こんな時間帯に。いやー、そうそう、だから、まあ、本当になんか歌詞書いたりとかするときとか、俺ね、すごい最近自分の中で面白いことを発見したんですよ。面白いこと発見したんですよ。まあ、特にコーヒー。コーヒーとかレッドブルとかみたいなカフェインっていうか、取ると、すごいなんかね、いろんな発想が思い浮かぶんですよ。そう、だから歌詞書くときとか絶対コーヒーとかレッドブルとか絶対飲む。なんかね、頭が冴えるからそれでバーって回んねやろね。もういろんななんかね、だから本当に思い悩んで何も出てこへんなってなったときは飲んだりとかしたら、マジですごいから絶対にそれは飲むかな。俺さ、歌詞書くときよくさ、夜中にやるとか言ってたけども、最近別にさ、時間帯は関係なくなってきたわけよ。そうそう、別に帰りしにでも、なんか電車の中でも、なんかそうやって思いついたら書くこともあるし、あとは、まあ歌詞とか以外にもいろいろとアイディアだったり、例えば、あ、今後こういう曲をやりたいなとか、今後こういう世界観のものを書いてみたいなとかさ、なんかそういうのを例えば、タイトルリストみたいなね。自分が勝手に作ってたりとかするのよ。なんか、割と歌詞を書いて、それからのタイトルつけたりっていうのが多かったりするんだけど、タイトルから入っていくの面白いかなと思って、こういうタイトルがあったら面白いかなとか思うのをバーって書いたりとか、まあじゃあ例えば、次何かやるときはこういう名前のものにしたいなとか、ものも、まあ曲にがね、そういう世界観とか合えばだけど、そういうのもやりたいなとか思ったりとかしてて。そうそう。いろいろアイディアとか思いついたら最近は携帯のメモに残して。そういうのってやっぱりカフェインって言ってる時やねんな。すごい冴える。そうそう。いやー、そうなんですよ。もう毎日アルカードもね、結構なんですよ。まあそんなに、内容的に話せることじゃないから、やっぱ、話なんですけど、みんなすごい仲はいいっすよ。
この間もみんなでね、すき焼き食べに行きまして、みんなって男メンバーだけで、アルカードメンバーだけで、まあ、そうそう。あ、どうも。お邪魔します。あれ、遊びに来てくれましたよ。お邪魔します。僕は、一人に行けばいいんですか？なんか変な感じする。変な感じする。お邪魔します。お邪魔します。二人で喋るの初めてです。初めてですね。お邪魔します。どうもでーす。レンでーす。はい、どうも。レン君。レン君。早いなぁ。ペースが、おめでとう、ペースが早い。早いなぁ。まあまあ、どうも。よろしくお願いします。こうやって二人で。そうですね。会うですよね。会うのもだって3回目かな、うん、撮影。あの時と、記者会見の時と、その前に、まあ、あれで、ここ、まあ、アメスタで、ああ、そうですね。ホワイトデー、うん、バレンタインどっちかっていう時に、はい、見切れてるね、感じこういうね、いや、もっとこっち来てください。こういうね、初めて喋るときに、みんなに見られてるって。そうそう。なんか、どうしたらいいかわかんない。いや、ぜひ、今俺、割と、なんか、ホストになりきれてないんで、なんか、教えてください。なんか、まあでも、一応、設定がある、うん、でしょ、会議。俺もだから、レンも最初やるときに、設定がめっちゃ糖質でオラオラでという設定を一応まあ作られてて、最初台本もあるけど、ドラマのときにあって、そこからまあ自分もそれを軸に作ったんだけど、例えば歌劇だったら、まあ歌と踊り、まあそれはまあ舞台に絡めてる部分も強いから、だからキャラクター性に関しては多分なんか影が、まあ名前の字のごとくだけど、なんかちょっと影がある感じの設定をなんかちょっと聞いてるので、それをね、なんかちょっと出して、なんかでもあんまなさそうだから、逆に本人が。ああ、ね、わかんないけど、なんか、どちらかというと、熱い。熱い。どうか。なんかでも、そういう、まあみんなこれ見てる人たちはもう、俺はさ、超喋るから、思われないけど、なんかね、そうやって見られることはあるっすよね。なんか怖く見られたりとか、なんか喋らないかったりとかすると、すごいそうやって見られたりとかするから、まあそういうとこがね、なんか出していけたらいいかな。なるほど。確かに熱いっちゃ熱いかも。なんかそういう感じ、なんか印象的にそういう感じがあるから、まあでもそれをベースに逆にしてもいいのかもしれないし、その、まあ、ね、一応その設定も今回ホストで、ただしかも関西の。そうですね。関西に関西。今日か。今日だから、まあそのノリを活かしつつ、ちょっとその何か悪いところじゃないけど、をちょっとちょいちょい挟んでいくと、やっぱキャラが作れるんじゃないかなって思ってるし。まあもちろんね、舞台になったらね、稽古すればそのうちキャラも作れるんだけど、自分で軸を一個作っとくと多分ブレないし、もう俺も最初やった時に作って、で今もうドラマも終わって、まだ舞台ですね、この、ね、早乙女蓮っていうところにモップしたけど、あれどんなだったっけってちょっと悪くし。そうそうそう。だからね、はい、そこを、まあ、ホストらしくっていうのは特に意識しなくてもいいんじゃないですか。まあね、まあでもちょっといろいろなんかさっきも、さっき決まったちょっと中央に中央にやってよって言ってる。なんか、俺なんか、9月に見学っぽくて、ホストに、ホストクラブ。大阪の。あ、何やったっけ俺な、今何て言ってたあれ。添え文書。ああ、添え文書な。なんか、行くことになったりとか。行きたいなと思ってたんですけど。そうそう。まあね、一回目は見といた方がいいかもしれない。うん、俺行ったことない。イメージつけ、作るとか、イメージ作るとか、まあ別にね、その、ちゃんとそれをするわけじゃないけど、うん、まあこんな感じなんだなっていうものはできると思う。うん、そうっすよね。いや、難しいわ。これ、行ったことないですけど、行ったことあります。ある。それはこれで行ったんですか？うん、全然別で。普通に、うん。やってる友達もいて、はいはい、で、意外とまあ、その、まあ、僕を知ってる人なんかは、僕が飲み歩いてるのを知ってるので、うん、で、まあ、そのやってる友達の店に遊びに行ったりとか、逆にね、男が行っても新鮮な感じに、地震、うん、なんか地震とか言いますね。大丈夫ですか？地震、こっち揺れてないよね。わからない、揺れてるような感じだけど、うん、